はい、こんにちは。医学部受験塾メディケイトお茶の水校社長の松本です。はい、本日も、引き続きですね、浜松医科大学圭先生に来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、今回は、浜松医大の受験についてですね、詳しくお伺いしていきたいと思います。まず共通テストと二次試験の得点比といったものはどういう状況なんでしょうか。共通テストが僕の記憶ですと450点に圧縮されて、二次試験が700点ですかね。なるほど。じゃあ割合としてはやっぱり二次試験の比率が非常に高いということですね。そうなると、じゃあ共通テストで、まあ、あの事前にね、名古屋大学だったりとかの話も出てた時もあったと思うんですけれども、まあ、共通テストで明大とか狙ってたりとか、まあ、その他医科歯科だったり横市だったりとか狙ってた子がちょっとミスっちゃって、じゃあ二次試験で挽回しなきゃってところで結構受けてくる方っていうのが多いような状況ですね。実際圭先生もじゃあ第一志望としては別にあって、それで共通テストでミスったっていう口ですか。そうですね、僕ももともとは名古屋大学にずっと行きたくて、ずっと名古屋大学って勉強してたんですけれども、はい、まあ、センター試験終わってみると、医学部行けないんだっていうぐらいまで過ごしたんですけれども、はい、ただその年のセンター試験がちょっと難化してたので、僕予備校寸大に行ってたんですけれども、はい、そこの先生というか、まあ担任の先生とかに思っていくと、いやでも今年なら結構みんなボーダー下がってきてるから、まあ浜松か明治か好きな方行けばいいんじゃないみたいな感じの選択肢を2つ出して、浜松を選ばせていただいたんですけれども、そこはなんでその明治大じゃなくて浜松にしたんですか。ちょっと怖かったんですよね。二次試験の比率が若干明治大の方が低かったので、はいはい、ちょっとだけ怖さが残って浜松にしましたね。じゃあそういう割と戦略で受けてくる方が多いっていう印象でいいんですかね。その第一志望を浜松院にしてる方っていうのは結構多いは多いんですか。結構この番組では聞かないんですけれども、というのも僕は愛知県出身というか名古屋の学校たちと絡みが多いので、そういう理由は聞かないです。ただ浜松に住んでらっしゃる人とか、それこそ愛知県でも割と浜松寄りの方に住んでらっしゃる人だと、第一志望から浜松に行ってる人もいるのかなと思ってはしますけど、なるほど、分かりました。ではですね、次にお伺いしたいのは、受験生の時の、まあ、偏差値推移というか、まあ、そういったもの判定とかってどういう推移できたのかなっていうのをお伺いしたいんですけども、もともとは本当にじゃあずっと高校生の時から名古屋大を目指してっていうことだったんですね。というわけではなく、理科三類に進学した友人がいるんですけれども、はい、あのその友人にちょっと感化されて、当時理科三類に彼が目指す前は彼は京大学を目指していてということもあって、僕もそれに感化されて僕は京大学を目指したんですけども、そのままずっと現役の時は京大京大って言ってたんですが、僕現役の時センター試験が 89% だったんですけども、おめちゃくちゃすごいですね。京大学をやっぱりちょっと怖いかもって思って、京都府立医大に出したんですね。はいはいはい、はい。で、まあ、過去も見ずに京都府立医大に出したんですけど。なるほど。過去も、二次出願してから開けてみると、英語が5、6ページぐらいの長い長文を読んでおくみたいな感じで、英弱の僕にとっては絶望的な試験内容で、医科歯科と京府医って出しちゃいけない学校なんだってことを初めてその場で知ったんですけど、なるほど、もう英弱というか情弱ですもんね。情弱、そうなんですよね。もはや、そうなんですよね。情弱で出願して、まあ、もちろん落とされて、はい。はい、まあ、後期は山梨の受けさせていただいて、まあ、ご縁がなく、浪人してからはもう名古屋大学かなっていうふうに思って、名古屋大学で目指し始めてからは、最初は B、C をずっと行き来していて、明大オープンで A 判定を取り、直前で A 判定取れたから、まあ、このままセンター試験もうまくいけば、まあ、受かるでしょうっていうノリで言ったら、まあ、現役の時に国語をほぼほぼ勉強せずに、9割取ってしまったので、舐め腐ってたら、こうなってしまったと思いましたね。まあ、舐めないことを、学部行くならせめて直前ぐらい、ちゃんとここの勉強に力を当てなさいっていうのが、僕の教訓かなと思うんですけど。なるほど。判定でその B 判定とか C とかって出てたとおっしゃってたんですけども、はい、あの受けてた模試は寸大の模試。寸大ですね。偏差値でいうと、大体どれぐらいで B 判定とか出てるんですか。僕は寸大全国模試、偏差値64、5、
6、そんぐらいでしたね。それぐらいで B 判定が出てたってことですね。66とかで B 判定ですね。明大オープンで、A 判定を取ったときは、偏差値は総合でどれぐらい取れてましたでしょうか。そうですね、総合で70ちょっとだった印象があります。それでいけるっしょって思ったら、やべえ国語やってねえじゃんって思って現役の時といい、なんといい、すげえ甘いとこありますよね。そうですね、すごい脇ガバガバですもんね。ガバガバな結果こうなりますよね。なるほど、ね、ガバガバでは いけないっていうところですね。どんどん受験を経て毎回一つ一つ学んで強くなっていってるわけですね。そうですね。なるほど。それで浜松医大にでも見事に合格されたってことですね。そうなんです。ちなみに私立の併願校とかは、桐生先生自身はどこか私立併願されてらっしゃいますか。現役の時に慶応医学部を受けてノリで、ノリですか、ここも。そうですね、ノリで受けてましたね。浪人の時はさ、ちょっとセンター試験を失敗したってのもあって、うん、助教学部に出願をしていて、なんなら受けたいなと思ったんですけど、はいはいはい、まあ、センター試験悪いし、ちょっと東京に行くと浮き足立って興奮して良くないことになるかなっていう。東京の街を何だと思ってるんですか。なんか今から思えば別に行ってもよかったかなっていうふうに思ってたんですけども、なんかそんぐらいちょっと切羽詰まってて。どこ行く予定なんですか。歌舞伎町でも行こうと思ってたんですか。そうですよね。ピクニック的な感じのノリになって、はい、これが工業界になってあんま良くないのかなっていう勝手なジンクスというか、まあ、そういうので、まあ、ちょっと出願はしたものの受験はしていなくて。そうなんですね。あとは藤田一家ですね。浜松医受ける方だと私立併願としてはやっぱり藤田とか愛知とかこの辺を受験するんですか。でも結構そうでもないですね。愛知県で入試やってる関西大とか、はい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 、その辺は受けてますね、皆さん。なるほど。首都圏とか東京とか横浜に住んでる人は当然まあ私立医学部なんて、まあ、いっぱいあるんでたくさん受けると思うんですけど、結構まあ愛知県とか、まあそれこそ静岡県にお住まいの方だと、そこまであれですか、首都圏というよりは西の方を受けたりする人も結構多いんですか。人によりますね。やはりこう育っていた家庭環境とか友人が関西に多いとかそういうので多分結構、まあ、分かれている人もいると思うんですけれども、今更ですけど静岡県って、はい、西医大に入ってるっていう風なのが僕の中ではちょっと驚きました。変な話ですよね。うん、僕完全に東医大組だと思ってたんですけど、そこから西なんですね。もう西にするのやめていただきたいですよね。あ、西嫌なんですか。東の方に。僕は東の方が好きだなと思うんですけども。はい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 。はい。大体だと、まあいろんなね、東京だったりとか、それこそ受けてらっしゃった慶応の医学だったりとか。はい。ね。大体入っちゃったら多分浮き足立っちゃうんで、慶先生は。ダメですか、ダメですか。高揚しちゃって、ちょっともう部活どころじゃなくなっちゃうと思う。そうですね。